しぶりに三重県の話をするんだけども、三重県にはね、まだね、その役所にクレームをつける、クレーマー、カスタマーハラスメント、まあそういうことをする人が複数いると思いますよ。何十人単位でいると思いますね。で、そういうのはもうイデオロギーとか関係なしに、もう無視して門前払いしていいと思います。まあそういう人たちに、暴言を吐くような職員がいても僕は許していいと思いますね。で、何があったのかっていうと、まあ今日もね、三重県の方から電話がかかってきたんですよ。で、内容っていうのが、まあ三重県では未だにね、同和にね、税金を出していると、けしからんと。で、そのことを、職員なんかに言うとね、市民にね、暴言を吐くような人がいると。で、さらにはですね、役所の人にね、取り継いでくれないとか、嫌がらせをされたとかね、まあそういうことをね、僕に言ってきた人がいるんですよね。それで僕はね、あなたがね、なんかそういう、役所の人に対して、態度が悪いから、その態度でね、返されたんじゃないですかって言ったら、まあ役所の人はね、税金でね、仕事してるんだから、ちゃんとした対応をしないとダメだって言うんだけども、で、それに対して僕はね、それじゃあんた言ってること、田辺哲司と変わらんよと、津市愛生町の事件を起こした。あいつと変わらんよって言ったら、もう怒り狂って電話切りましたね。で、僕は何が言いたいかっていうと、愛生町のね、自治会長だった田辺哲司も、役人は、役人になった時点で公務員なら覚悟を持たんといけないというふうに言ってですね、まあ相手が役人だったら、もう市民の立場で何してもいいと、まあそういうようなね、考えの持ち主だったわけですよね。で、まあそういう考え方の人間がですね、まあ少なくともね、僕に直接連絡をしてきたような人で3人はいる。で、まあゴキブリも1匹いれば何度やらだから、多分もう僕はその10倍、まあ何十人単位でね、三重県にはいると思いますよね。そういうメンタルの人が。で、まあその同和行政とか、まあそういうものに対して、まあ僕は当然批判的な立場だし、解放同盟とは対立してる立場なんだけども、だけど、考えてほしいのはね、役所の職員だって人間なわけですよ。だから、なんというかね、横柄な態度を取られれば、当然それに対しては相応の態度でね、返されると思うわけですよ。で、まあ、個人名を挙げれば、剛力邦夫っているんですよ、三重県伊勢市の。なんか政治アスリートとか言って、ツイッターのアカウントあって、まあ僕はブロックされてますよね。まあその人が、まあ僕に電話かけてきてですね、何を勘違いしたのかね、三重県の、伊勢市の職員が、なんか解放同盟とつるんで、どえりゃ、なんか悪いことをしてるみたいなことを言うんだけども、だけどその内容っていうのも、なんかつかみどころがないしね、何が悪いのかっていうのなんかつかみどころがないし、ただまあそれよりもね、なんか結局ね、その人の話し方が気持ち悪いんですよ。なんかタメ口で慣れ慣れしくてね、でいきなり電話かけてきて、名前を名乗らずに俺だよ俺みたいな感じでね、そしたら多分剛力邦夫は役所の人間に対してもそういう態度を取ってるんだなと。そしたら当然相応の態度で返されるわけですよ。で、今日電話してきた人もそうだと思いますよ。で、そういう系統の人がね、どうもね、三重県内にはもう各市町村にね、少なくとも一人ずつぐらいはいるみたいなんですよ。そういう役所の人間に対してはね、横柄な態度取っていいっていう、そういうメンタルの人たちが。で、しかもね、それが自覚がないんですよ、自覚が。自分はその田辺哲司は違うんだと、自転車は味方なんだと、自分は自転車と同じくその役所に対してね、その不正を追及してるんだと、自分たちは正義なんだっていう、なんかどこでもない勘違いをしてる人たちがどうもね、複数いるみたいなんですよね。で、不正を追及するのはね、それはまあ僕は必要なことだと思いますよ。
で、まあ、そのためには当然その、ね、あの市議会に、ね、請願したりだとか、あるいはその、まあ、市町村の、ね、あの首長に申し入れしたりだとか、まあ、情報公開請求だとか、あの住民監査請求だとか、それは法律で定められた、ね、方法っていうのが、ね、あるわけです。だけど現場の職員にそのごねまくるのは違うんじゃないかと。でそのメディアの役割として、その当然ね、その不正について報道したり告発するっていうこともあるんだけども、そのつかみどころのない話ではどうしようもないんですよね。具体的にじゃあどういう不正があったのかっていうようなね、そういうことをちゃんとね、あの調べて、で具体的に何が問題なんだっていうのを解明していくっていうことをしないといけないんですよね。だけど一方でですよ、そのいわゆるそのクレーマー系の人が言ってくるのは、その役所の職員の態度が悪いだの、そういう話なんですよ。いや、それはね、あんたが役所に対してね、悪い態度でいるから、それを返されただけでしょと。役所のね、職員だって人間なんだからと。それは私的なことであって、公的なことでないよと。だからそのあなたがね、例えばなんか役所の職員から、まあ、仮に死ねとか言われたとしても僕全然同情しないから、それはお前が役所の職員に対して横柄な態度を取ってるから、うん、相応の返しをされただけでしょっていうふうにしか僕は思えないんですよね。まあね、僕もね、それは人にね偉そうに言えないところもありますよ。その同和関係の情報公開請求だのっていうのをやるだけで、やっぱり役所の人には相当迷惑はかかってるんで、ただそれでも僕はね、そんな面白がって役所の人にその負担をかけるようなことはなるべくしないし、もう役所の人はもう大変だって言うんなら、まあそのね、なるべく負担をかけない方法でっていうのをねやってるわけですよね。だからそのまあ、僕としてはその、ね、一応事件者としてその役所の不正を追及したっていうことはあるんだけども、その役所の人にね、その好き好んでなんか迷惑をかけようっていうのは僕は違うと思うんですよね。だからそれは不正を追及するっていうのは結構なことなんだけども、なるべくその現場の職員の方にね負担をかけないような形でやるべきだと僕は思うし、なんかその公僕なんだから、そのなんか自分たちがそんな偉そうな態度を取っていいとか何でも言っていいっていうのはそれは絶対違うと思うので、一応その役所の職員も一応人間だっていうことでね、その礼節を持って対応するようにと僕は言いたいと思います。でもう役所はね、そのイデオロギーとか関係なくですよ、まあ僕は童話行政なんかはこんなもん害悪だと思ってるけども、その童話に関してね、あれこれその不正だっていう人がいても、その態度が悪い人間っていうのは僕はね門前払いしてもいいし、まあそういう人間に役所の人が暴言吐いたからって僕は別にね、それは別にね悪いことだとは思わないんで、だからまあね、働き方改革とか言われてるしね、まあ世の中でそのねセクハラパワハラカスハラっていうのは問題になってる、まあそういうご時世だから、まあその態度が悪い人間は、まあ役所は相応の扱いをすべきだと思いますね。まあむしろ本当積極的にするべきだと思います。だから合力国をとか、まあいわゆるそういう系統のね、クレーマー体質の市民に対しては僕は大いにねやっていいというか、まあむしろそういう人間っていうのはね僕は排除していった方がいいと思います。ということでね、三重県の昨今の情勢について私が思うところをお話しいたしました。